ジ君。ユーノたち、現実に帰ってきたんだね。ユーノたちの世界を取り戻すことができたんだね。ユーリーさんと戦った時のレイジ君、すごかったな。あの時ね、もうダメなんじゃないかなって思ったんだ。ユーノたちの攻撃全部弾かれちゃったしさ。でもレイジ君は諦めないでユーリーさんに立ち向かっていったでしょ。レイジ君の思いが東京を、世界を救ったんだよ。あれはきっとユーノさんのおかげですよ。僕はユーノさんの笑顔を守るために戦おうと思ったんですから。ユーノさんが隣で笑ってくれるこの世界を守れて本当に良かったです。そっか、レイジ君はユーノのために戦ってくれたんだね。東京を救うなんて言いながら、結局はそんなもんですよ。目の前にいる女の子を守る方がずっと大切なんです。それでいいんじゃないかな。ユーノだってレイジ君と同じ気持ちだよ。レイジ君とずっと一緒にいたいから、そのためにユーノは戦ったんだよ。もちろん13剣と戦うのは怖かったけど、でもレイジ君がいなくなっちゃう方がずっとずっと怖かったからね。あの、ユーノさん、新世界に行く前に言おうとしてたことなんですけど。あ、ユーノさん、僕は。おお、これはちょうどいいタイミングに帰ってきてしまったみたいだね。オワリさん？ああ、邪魔をして悪かったね。俺たちのことは気にしないで、続けて。俺たちってことは…そうよ、私たちもいるのよ。文句ある？いたら邪魔？それは悪かったわね。うん、レイジというのは熱々なのだ。あちち、ターニャは大やけどなのだ。ふぐー、レイジよ、ゲーム業界にリア充は不要なり。異端審問官にかけられ、地獄の豪華にその身を焼かれるがよ。皆さん、お疲れ様でした。一体誰ですかね。8月中に完成させるなんて言ったのは。そもそもこの規模のゲームがそんな簡単に完成するわけないじゃないですか。グラフィックリソースを使い回しすぎて、新手の間違い探しゲートまで言われた屍だって1ヶ月はかかってるんですからね。まあ予定はあくまで予定だよ。それにターニチカも北海道に帰っちゃったしさ、無理のない範囲でやろうじゃないか。あれ、浅野さん、ユーノさんはまだ来てないんですか？あの子は今日は午後にならないと来れないわよ。
ああ、そうなんですか。なんか予定があったんですね。ちょっとレイジ、あなた聞いてないの？え？何をです？おやおや、どうやら知らなかったのはレイジ君だけだったのかい？そのようであるな。レイジのみ仲間外れということであるか。言うのにしては珍しいこともあるの。どういうことでしょうか。あの子ね、今日から学校に行ってるのよ。ほら、新学期が始まったでしょ。ん？でも、なんでレイジには言ってないんだろう。あんたには真っ先に言うと思ってたんだけどな。ユーナさんは大丈夫なんですか？あんなことがあったのに学校に戻るなんて。そもそも学校に行きたくても行けなくなってたんじゃないんですか？私も本人から報告を聞いたときは心配したわよ。また倒れたらどうするんだって。それに自分をあんな目に遭わせた奴らがいる場所に戻る意味がわからないって。でもあの子は笑ってこう言ったのよ。言うのはもう一人じゃないから大丈夫ってね。まあ、私が護身用に蹴りとパンチの基礎は教えといたけどさ。我が輩も無我夢中拳をはじめとするいくつかの技を伝授しておいたぞ。私も相手の精神を破壊する呪詛の言葉を少々。俺もいざとなれば相手の個人情報を盗み出してネットに拡散してやると言っておいたよ。やっぱり僕、ユーノさんに信用されてないのかな。そんなことないって。きっとド忘れしただけよ。ほら、レイジとは付き合いも浅いからついうっかりしただけだって。ユーノさん、浅野さん、ユーノさんの学校はどこですか？学校の住所、僕のスマホに送ってください。あ、うん、今送るわ。でも、あんた…ユーノさんのところに行きます。何かあったのかもしれない。レイジ君、これを使うといい。ガレージにある J マシーンの指導キーだ。そいつでユーノを迎えに行ってくるんだ。ありがとうございます。午前0時、行ってきます。
ちょっと早瀬、待ちなよ。あんた学校に戻ってきたんだ。へえ、勇気あんだね。髪伸びたんだ。へえ、それでまた調子に乗って学校に来たってわけ。な、何あんたその髪そんな変な色に染めて頭おかしいんじゃないの？待てよ、早瀬。シカトしてんじゃねえよ。そんなバカみたいな気持ち悪い色の頭で調子に乗ってんじゃねえ。な、この髪は私のユーノの宝物なんだから、バカにするのは許さない。ユーノさん、な、何すんのよあんた。っていうか許さない？はあ、許さなかったらどうするっていうのよ。うん、どうしよっかな。そこまで考えてなかったよ。ユーノさん、ユーノさん、こんな雑魚相手にいつまで手間取ってるんですか。今こそこのくだらない戦いに終止符を打つ時ですよ。ジャッジメントタイムです。うん、そうだね、ジャッジメントタイムだね。我ら電脳世界の救世主、無から有を生み出し天地を創造する神の使者、泣く子もだるまのジャッジメントセブン、バックダウン。今こそ正義の鉄槌を下す時。結局ビビって殴れないってこと？今のは必殺の奥義、超絶ゲコゲコ剣なり。この技を食らうと3年後には肝臓を悪くしてしまうのだ。終わっちゃう。あなた程度の人間にこの私が直接手を触れるとでも思った？あなたみたいな王物に触れるくらいなら声だめで水浴びする方がマシね。あ、シャッターチャンス。ユーノに逆らったらあなたのこのパンチラお宝写真をネットの海に解き放ってあげるからね。パンチラは見るためにあるからね。わかった？このうんこ女。なんなのよあんた。マジで頭いかれてんじゃないの？いかれてるんじゃないよ。ユーノは言っちゃってるんだよ。ユーノはすぐに行っちゃうから要注意だよ。そうだよね、レイジ君。
ないの？頭おかしいやつの相手なんかしてらんないわよ。ユーノさん、お帰りなさい。長い夏休みが終わりましたね。うん、そうだね。ありがとう。それじゃあユーノさん、Jマシンで基地まで帰りましょうか。そうだね、レイジ君。基地までドライビングだよ。どうしてユーノの学校に来たの？え？だってユーノさんから助けてってメールが来たから、それで慌てて基地を飛び出してきたんですよ。ユーノそんなメールレイジ君に送ってないよ。でもお昼前くらいに僕の携帯に届きましたよ。お姉ちゃんに送ろうと思って間違えてレイジ君に送ってた。いやでも送り先が浅野さんだろうと助けてって送ったのには変わりないじゃないですか。なんか困ってたんじゃないんですか？あー違うよレイジ君、これはお姉ちゃんへのお買い物メモだよ。今日はお姉ちゃんがお買い物当番だから買うものをメールしたんだ。はあ、それがどうして助けてになるんですか？え、だってタは玉ねぎでしょ、スはスイカ、ケはケチャップで、テは照り焼きチキン南蛮弁当。デイジ君、これ常識だよ。そんなの分かりませんって。特にテは絶対に。早瀬家の暗号は解読不能です。そうかな。まあでも良かったですよ、何事もなかったんなら。本当に良かった。実はね、そんなに大丈夫じゃなかったかもしれないんだ。やっぱ居心地はあんまり良くなかったし、まあ覚悟はしてたんだけどさ。そうですか。ユーノのこといじめてた子たちもなんか絡んでくるし、友達だった子にも変に距離感を取られててさ、何も気にしないように無視しておとなしくしてたんだけど、正直明日からも来れるかなってちょっと不安だったんだ。ユーノさん、でも自分を偽ってみんなと距離を取ってたのはユーノも一緒だったんだね。本気でぶつからなくちゃ何も変わらない、そのことにやっと気づいたんだ。だからありがとねレイジ君。それからごめんね。ごめんねって何がですか？学校に行くってことレイジ君だけには言ってなかったから。でもレイジ君に教えたら
きっと心配しちゃって送り迎えしようかとか言いそうだし。まあ言ったでしょうね。だってユウナもそう言ってもらいたかったからね。レイジ君に心配してもらって大丈夫って言ってもらって思いっきり甘えさせてもらいたかったから。ユウナ臆病だからさ、絶対レイジ君に甘えたと思うんだ。うん、レイジ君が心配して甘えさせてくれるように、そうなるようにいっぱいスルーをしたと思うんだ。だから今回だけはレイジ君に言わないで自分だけで頑張るって最初に決めたの。それでちゃんと学校に一人で行けたら、その時は思いっきりレイジ君に甘えようってそう決めたんだ。そうだったんですか。それなのにレイジ君ったら勝手に学校まで来ちゃって、そんなの反則だよ。すみません。それにいきなりジャッジメントタイムだなんて叫んでさ。レイジ君が校門のところにいるのを見つけてジャッジメントタイムだって叫んでくれた時さ、この人のお嫁さんになるんだなって思ったんだ。その発想はいくら天然でも飛躍しすぎですって。そうかな、最高にかっこよかったと思うよ。ドキドキしちゃったもん。ナイスプロポーズだよ。いやいや、ジャッジメントタイムだって言葉がプロポーズだなんて、それはちょっとどうかと思いますよ。そうかな、もしレイジ君にジャッジメントタイムだって言われたら、ユーノはうんって答えるよ。レイジ君はね、ユーノにとって最初から特別だったんだ。だってユーノに初めてできた後輩さんだからね。かわいいかわいい後輩さんだったからね。だから一生懸命いい先輩になろうってで頑張ってみたんだけど、いっつもレイジ君に助けられてて、でもそれがすっごく心地よくってね。でね、それから一緒に買い出しに行ったりデートしたり、いろんなことを話してるうちに、いつの間にかユウのレイジ君のこと大好きになっちゃったんだ。でもね、別に好きって伝えなくてもいいかなって思ってたんだ。ほらレイジ君人気者だし、独り占めしたら悪いかなって。でもいつの間にかみんなに悪いかなって気持ちよりも、他の人に取られたくないって気持ちの方が大きくなって。本当言うのってわがままだよね。人気者ってただこき使われてるだけですよ。もう分かってないな、ユウノはいつも心配してるよ。だってレイジ君ってば、知らないうちに女の子を誘惑しちゃう天然さんなんだもん。それを言うならユウノさんだって同じです。こんなに魅力的なんですから、いつ他の男が寄ってくるか気が気じゃないですよ。そっか、じゃあ二人は似た者同士ってことだね。うん、それはそれでお似合いかもね。でもね、レイジ君、どんなことがあったってユウノが好きなのはレイジ君だけだから、こんな風にドキドキしちゃうのもレイジ君だけだから。だからね、いつかレイジ君がジャッジメントタイムだって言ってくれるのを待ってるよ。ユウノさん。違うよ、ユウノって呼んでほしいな、今は。え、嫌なの？そういうわけじゃないですけど。ですけど、
敬語なんだね。そういうわけじゃないけど恥ずかしいっていうか、なんていうか。ユーノの名前を呼ぶのってレイジ君にとって恥ずかしいことなんだ。そうなんだ。違うよ、そんなんじゃないし。いいよ、呼ぶよ。呼ぶよ。うん。ユーノさん。やれやれ、レイジ君、君には期待してたのにな。がっかりだよ。ほらほら、もう一回。今度はちゃんとユーノって呼んでほしいな。ユーノ。ありがとう、レイジ。ああ、そんなに思いっきり抱きついたらダメだよ。もうダイレクトに当たってるし。っていうか危ないから。ちょっとダメだって言うの、話せって。ダメ、基地まで話さないよ。さあ頑張ってサイクリングだよ、レイジ。いや、サイクリングって言うの子みたいに言ってるけど、そのまんまだから。じゃあリサイクリングだよ。意味わかんないし。意味なんてないよ、言うのがそう言いたいから言ってるだけ。レイジとユーナの世界にチェンジザワールドだよ。